皆垣座すわれから1917年10月27日は、日本の医師、牧師。南小垣が残した文書は貴重な歴史的資料として、横浜開港資料館に展示されている。1883年第3回全国、キリスト神と大神牧会の幹部の記念写真、皆垣は最高列の右から二人目美濃国の乱邦医、皆垣浦き裏付修の子として生まれ、 宗託の名を継ぎ山城与の藩の範囲になる。1874年6月、カナダメソジスト教会の宣教師、ジョージ・コクランより洗礼を受ける。その後、長老派に移り、J.C. ヘボンにより形成され、ヘンリー・ルーミスが仮牧師に就任した横浜第一長老教会の初代長老に就任する。1875年、小南垣は石原康太郎、原作。 篠原さん、角谷正五らと築地六番新学校を受験する。1876年9月11日に、横浜市住吉町2丁目の土地を個人で購入し、その土地に住吉教会の街道を建設する。そして、住吉教会の牧師となる。1883年5月には、第3回全国キリスト教神と大神牧会に幹部として参加し、 上村正久や内村鑑三と一緒に写真に写っている。さらに、群馬県高崎で伝道をしてから、名古屋教会牧師に就任する。1891年7月20日に、南長老協会宣教師の CEK カミングの招きにより、日本キリスト教会二夫協会の初代牧師に就任する。しかし、1898年に、日本美、広市協会に転席する。 静岡、江尻、東京目白台の各教会の牧師を歴任した。墓所は東京造紙谷にある。ありがとうございます。